AVEX。わからないまま
れはしないよ。
ままでいいのかな。
よかったね。ありがとうございます。よく頑張ったね。ありがとうございました。次はもっとでかいところでやろうね。泣くなよお前。めっちゃ泣きすぎだよお前。
やばくない？びっくりしたんだけど。いやいやいや。びっくりしたマジで。いやいや。分かってたじゃん。え？ちょっとしたことでよく昔から傷ついたりとかそういうことがあって、そういう自分がすごい嫌いだったんですけど、そういうなんか些細な気持ちの変化とかをすごい丁寧に言葉にしている人で、なんか分かってもらえてる気がしてました。生きててよかったって思います。自分がこんな可愛くてすごい人を知れて。影響を受けたことは、その生活が豊かになった。空白の時間を埋めてくれました。なんか初めて歌ってかっこいいんだって思いました。それまではなんか楽しいものとか気持ちいいものっていう意味書だったんですけど、かっこいいっていうのを初めて思いました。先輩からいっぱい CD を借りて、あの iPod に入れた時があって、その時にシャッフルで聴いてた時に流れ出した。その表現しづらいんですけど、なんかビビビビビってきたんですよ、その時。ねぎれたら何ポイントみたいな、そういう。すいません、意味わからない。全然面白くないと思うんですけど、はい、全部で5700円。はい、5000円だけちょうだい。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。売れてまた来る。はい、売れてまた来る。そうだ、売れてさ、もう釣りはいいよっていうぐらい出てくれる。はい、曲って結構私は一人でいる時に聴くことが多いんで、隣でなんか囁いてくれる友達みたいな感じ。待って、泣きそう、ストップ。本当に心臓がやばい、いきなり速くなってきました。よいしょ。先のことをなんとなく見えてる気がして。あどうしよう。こんにちは、久美子さんです。はい、ビッシュの桃子組カンパニーと申します。よろしくお願いします。久美子です。よろしくお願いします。お願いします。だって泣きそう。泣いたらどうするんですか。久美子、はじめまして、アメモンと言います。あの、はい、好きです。ありがとうございます。失礼します。え、やば、どうしよう。何もやばくないです。ごめんなさい。何もやばくないです。知らないでください。あ、ごめんなさい。はい、ビッシュの人間です。日がけりさです。大丈夫？大好きです。ありがとう。嬉しい。え、普段なんかうまく話せないので手紙を書いてきたんです。本当ですね。書いてきたんです。はいはい。一瞬期とかに心に浮かんだ言葉にならないような感情をお母さんが言葉で体現化してくれると思っていて、本当に救われてました。そう、私もこんな風に涙が出てしまうぐらい感動する言葉をかけたらいいなってその時思いました。毎日新垣さんのブログにコメントを書いてました。そうなの。中でも嬉しかったのがあだ名をつけてもらったことで、だっていっぱいね、こう質問バーってきてて、その中でじゃあ答えてたってこと。わ、すごい。じゃあもう何回も会ってたんだね。実はアルファさんの書く記事を楽しみに生きていました。あゆみさんからいただいたこの嬉しさを僕も返そうと。手作りなんですけど、あの鎖釜を今日作ってきたんで、あのぶちかましていただければと。鎖釜だけに。今でも歌うことに自信がなくなったり、
悩んだ時はカラオケに行ってなりきって歌ったりしてます。大好きです。阿部真央さんみたいになりたいです。あ、そう、今日お誕生日だって聞いて、おめでとうございます。ありがとうございます。今までで一番嬉しい誕生日です本当に。じゃあいつか一緒に歌いましょう。泣かないアイドルじゃなくってバンドを選んだんだったら、おばさんになるまで音楽を続けてほしいって私に言ってくれた言葉が、はい、昨日って言いましたっけ、僕。はい、言ってくれたんですよ。でもね、やっぱりね、形は変わってもね、ずっとね、何歳になってもできるんですね。目の前にあるものに対して真剣に向かっていてほしいです。何歳になっても今と同じように向かってほしいです。はい。でその時に私たちは胸に誓いました。売れてまた来る。売れて、売れたの、売れてるの。はい、少しだけですけど。あ、そう。きっとファッションとかいろんなものは変わっていくけど、こう人間の真ん中の部分っていうのがね、変わらなくて、その桃子さんが書いた歌詞をまた街を歩きながら聴いた子たちがまたそれを受け継いでね、感動して涙したりする子も多いんじゃないかなって思って。そうだったら嬉しいですね。僕たちは絶対に大島に戻ってきて、あのお友達に行ってお釣りをいらねえよ。1万500円です。はい、1万1000円で。はい、じゃあ500円の返し。はい、どうもありがとう。お釣りはいらないです。はい、ありがとう。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。新曲ができました。うわ、お痛い、やっと来た。Celebration.
ビッシュです。よろしくお願いします。Yeah.
¡Gracias!